こんにちは、アンコマンキーです。これですね、今日、100円ショップセリアですね、で買ってきた、これパンの、なんていうんですかね、容器、パンを入れる容器っていうんですかね、はい、でこれを、ちょうどですね、これショーケースとほとんど、大きさが変わらないですね、はい、これがショーケースですね、はい、でこれが、パンケース、若干ちっちゃいかなっていう感じがするんですけども、まあなんていうかね、思いっきり大きさがこう変わるという感じではないですね。ほんの少し 100cc とか 120-150cc までいかないかなという感じでしょうかね。はい、でこれ、当然昆虫用じゃないので、通気口がありません。なのでここにですね、このスパイラルドリルですね、別名ゲッタードリルとか言ってますけど、これで、まあ、穴を開けて、丸いですね、ボトルに貼るタイペシートですね、を貼っていこうかなというふうに思ってます。でこれは何に使うかというとですね、硬化サスの、用紙ですね、オス用に使おうと思っています。はい、オスを入れる、幼虫用で、ケースに使う、ですね、ケースに使います。ちょっとショーケースだといくら金田屋さんで買って安いと言っても、ね、1個やっぱ200円後半するんで、まあ、100円のやつでこんな感じでね代用していこうというふうに思ってます。はい、はい、あとはですね、ここにこのタイペシートですねを、こう貼っていくと、はい、これで、ケース出来上がりですね。ただこれ蓋の締まりが甘いんで、ね、こうテープかなんかで留めてこうね、しっかり固定したいと思います。はい、まあ、こんな感じで、まず完成。じゃあですね、早速交換をします。で前回ですね、ちっちゃかったものから、ね、交換していきたいというふうに思います。こちらがですね、前回10g ですね。はい、じゃーん、メスっぽいですね。はい、マレーはねすごい凶暴なんですぐ噛むんですよ。はい、34ですね。はい、10g から34なんで、そんなに大きくなってないですよね。でとりあえずちょっと一回こういうふうな感じで分けて、マットがですね、これちょっとハイマットもちょっとこのまま使いたいので、ね、少しずつやってます。はい、はい、はい、63.8、はい、63.8 です。これが前回 15g ですね。こんなでかくなってますね。前回 15g が、はい、63.3 ね、63.3、どのぐらいだろうね。前回ね、9月4日ですね。あら、前回 25.4 ですね。ちょっとここからね少し大きくなってきます。 25.4、 あ、これメスっぽいですね。はい、危ない、はい、40.8 です。はい、次、前回 27.5g です。あ、これもメスですね。もうお尻を見てもよくわからないんで、もう大きさで勝手に判断ね。前回それでこうヘラクレスがね全然違いました。はい、28.28ですね。28、全然大きくなってないですね。前回 27.5 なんで、ほとんど
変わらず頭でかいですよけど、なんか、はい、前回 27.7 です。この辺メスなのかな、どうなんだろう。はい、52.6。よし、はい、これは、前回29ぐらい、はい、確か前回ちっちゃかったのはほとんど、もうクリーンカップにギリギリずっと入れてたやつですね。はい、前回が29。はい、あんま大きくないですね。はい、33.9。今日は11本だけ交換します。はい、で前回これが、35ですね。はい、ちょっと一回マットを起こします。こんな感じでですね、ちょっと目の細かい、なんていうか。振り子っていうか何ですかね、でこして、ね、このマットを、もう一回ちょっと利用したい利用をします。これ使ってるのはもう一個は、なんだっけ、ラッシュマットですね。はい、じゃあ次いきます。次はね、前回、35g です。49ですね。あんま大きくなってないですね。よいしょ、色もだいぶついてきてますね。はい、前回これ38です。うわ、もうだいぶ色ついてるな、これ、はい、ちょっとね、温度高くいってます。 35.7 ですね。ちょっと大きくないです ね。次がこれが53だったやつですね。53g だったやつが、これはもう多分オスですね。はい、どん。これは 60.4。 60.4。 どうだろう、あ、6、今の最高は63。次、これが、62.7。 前回はね、2番目に大きかったやつです。はい、ゼロにして、はい、わあ、縮んでる。 59.6 になってる。あら、マットにね、上出ちゃってたのが結構なんとかして、ね、やっちゃったなっていう感じではあったんですけど、はい、じゃあ最後、はい、これが一番でかいですね。はい、これはね、 81.7 ですね。確かね、この間86かなんかあったやつが多分これですね。マットの上に出てたやつをちょっと測ってみたんですけど、はい、まあこんな感じですね。ちょっと一番大きいんで 81.7 と、ね、いうところ、これですね。はい、こんな感じです。はい、はい、まあ、一応、体重測定はこんな感じですね。 81.7、 次に大きかったのは63ですね。で60とね、まあ、4ヶ月でどうですかね。80はちょっといいのかなっていう感じはしますけど、ね、100乗ってくれるといいですけど、どうでしょうかね。はい、まあ、ちょっと楽しみではありますね。はい、じゃマットに入れてきます。はい、とこんな感じでですね、メスだけちょっと分けて、これね、メスはそのまままた1400の方のボトルに入れます、ね、あまり詰めずにいきたいと思います、ね、はい、よいしょ、まあこんな感じで、メスはですね、ボトルにもう一回入れ直します。はい、はい、こんな感じでメスは全部入りました。
次はお酢入れます。これ一度だけねちょっと入れちゃいました。これあの 60.4 だったやつですね。はい、ラベルをこっちに、移しながら ね間違いのないように、ね、入れます。はい、これは、いくつ、これは、63ですね。ちっちゃいですね。ただ真っ白、まだ真っ白ですね。まだまだいけそうですね。はい、63.8、まあ、この辺はちょっとお酢かなと、ね、思われる、ね、噛まれたくないんでちょっと見ないんですけど、これも真っ白ですよ。はい、ね、まだまだ、大きくなりそうな感じです。これが 52.6 と、よいしょ、ね、ちょっと今度ラベルね綺麗に貼り替えたいと思います。はい、ね、すごい元気です。見てください、この凶暴さ、ね、あの国産のカプトとやっぱこの辺は違いますね。はい、でこれ次が、ね、こっちか、59.6、ね、ちょっと縮んじゃったやつですね。よし、はい、で最後に、81.7、この間86だかね、そこのぐらいあったんですよ。これあったんですけど、縮みましたね。ただまだ色ね、まだまだ伸びそうな色してます。はい、ね、マットちょっと少ないかな。はい、まあ、ちょっとこんな感じで、ね、全部全頭、全頭じゃねえ、これまだあと半分交換してないのがありますが、マットがありませんなんで、ラッシュマットですね。もう一回ちょっと頼んでから、ね、投入したいと思います。投入ね、次の投入にをしたいというふうに思います。ちょっとマット少なかったな。はい、では以上、マレーコーカサス、コーカサスマレーケランタンでしたっけの、マット交換、3本目のマット交換ですね。終わりです。では皆さん、さようなら。バイバイ。チャンネル登録お願いします。